どうも小野です。今ですね、私は韓国プサンに滞在しています。まあ、ここにねいる時はね、嫁の実家に泊まらせてもらってます。まあ、それでね、今ちょうどね誰もいないんでね、ここをねちょっとねお見せしようかなっていうふうに思います。勝手にですね、韓国とね日本ね、家の事情はねまあ大まかなところは似てるんですけども、まあ結構ね細かいところがねやっぱりね違ってるところが多いんです。部屋のね紹介をねしようと思います。まずね、ここ今玄関にいるんですけども、まあ、こうやってね韓国語を書かれたね、まあここら辺はなんかこう日本と一緒でこうね、なんかねいろいろね玄関に貼ったりするんですけども、ここがちょっと今アパートなんですけども、ここにエレベーターがあるんですけども、これね韓国のね一番の家の特徴、日本と違うところは鍵じゃなくてねパスワード入れる、こういう風にね入れるタイプになってて、まあ4桁のパスワードですね。最近は6桁もあるのかな。なんかこういうこれがねもう本当にほぼ 100% 鍵なんてないですね。これがねまあ最大の特徴となってます。まあ、なんでね、もしパスワード知られたらね誰かにね家に入られてしまうってことなんですけども、まあね意外とねそれはねあんましねなんかそういったトラブルとかはねないっていう風に言ってるんで、逆にねまあ鍵もね落としてね誰かに使われたら開けられちゃうんで、そういった意味ではまあそう確かにセキュリティ的にはそこまで鍵とねパスワード4桁入れるのっていうのは変わらないのかなっていう風に思うんですけども、ちょっとね違和感ありますよね。やっぱりこう鍵なしでねもうパスワード入れちゃうみたいな。でもねそれが浸透すればねそれはそれで鍵持たなくてもね家入れちゃうんで、それは便利ですよね。うん、はい、そんな感じです。はい、それではね実際に今からね部屋をねこう全体を見せようと思うんですけど、まずはねこういう風にね玄関入ったらね大きいリビングがあって、あとはまあ部屋がねここの家だと 3LDK になるのかになります。まあそれでね韓国のまあ家の特徴なんですけども、日本と違ってねリビングがあって、そこにね部屋がこうねこうそのままねつながるような感じで、日本だとねまず玄関が入ったら廊下があって、そこにねトイレとかねあとまあ小部屋部屋とかね あるんですけども、韓国の場合はねこれが一般典型的な部屋の形でして、まあリビングがこう玄関入ったらあって、そこにねまあ部屋がもう直接くっついてるみたいな感じなんで、まあ日本だとね子供が外から家に帰ってきた時に、まあ、子供部屋がねリビング数日にねそのまま部屋に入れるっていう仕組みからね、あましねこうね親子の関係がよくなくなるみたいな話をなんか聞いたことあるんですけども、韓国の場合はね必ずね子供部屋のに入る場合もね必ず玄関でこう顔を合わすことになるので、そういったね面では韓国の家の方がいいのかなっていうふうに思います。ここはね今ね義理の弟の部屋なんですけども、今彼いないんでちょっと勝手に覗かしてもらうんですけども、まあこんな風になっててね、こんなねおもちゃとかねいろいろ置いてるような、まあ大学生なんですけども、こんな風な部屋の感じになってます。はい、それでここにあるねトイレとシャワーなんですけども、韓国の場合はねお風呂がないのが一般的です。まあ昔は結構あったみたいなんですけど、今はねほぼ新しい家だとほぼねバスタブがないような感じになります。まあ日本人だとね結構バスタブっていうのはもうほとんど必須みたいな感じだと思うんですけども、韓国はねこんな感じでもうバスタブはなくてシャワーだけが当たり前となってます。まあそれであとねトイレとシャワーね、これがね必ずまあ一緒になってます。まあ日本でもそういったタイプの家はあるんですけども、これがね韓国は普通となっていて、結構ねだからトイレが独立してるっていうので、結構うちの家に、ね、遊びに来た韓国人の人とかもねトイレがね独立してねあるんで、ちょっとねそれにね感動するというか、なんか違和感を感じてる人もねいるようです。それはねまあ日本人にとってはトイレが個別にあるっていうのは当たり前なんですけど、シャワー別にね韓国ではねそれがほぼないので、それはね結構驚かれます。はい、一応反応ない。はい、それでまあこんな感じでリビングになってますけども、韓国の場合ねこんな風にでっかい、これはクーラーになるのか、クーラーがなんかこう独立してね置かれてます。日本だとねこう上にねつけるタイプなんですけど、韓国はドドンとこうねこうやって縦に置くタイプのクーラーですね。そういったのがね定番となってます。それでまあ外の眺めなんですけども、まあこんな風になってます。はい、韓国はね二重の扉を作ってて、まあ、実質的にここがベランダなんですけども、こんな風に室内になってます。それでここにね、まあ、洗濯物とか干すような感じになるんで、外から見るとね洗濯物とかはね全く
干してるように見えないですよ。日本だとね、やっぱりあのタワーマンションとかだと洗濯物とか見えないんですけども、やっぱりこう普通のマンションだとね、あの洗濯物何干してるかとかね、なんとなくは分かっちゃうんですけども、韓国はね、まあ、外から見たらね、あの洗濯物干してない感じになるので、街の見栄えとかね、そういった点ではね、韓国の方がね、あのいいのかなっていうふうに思います。やっぱ韓国で寒いから多分こういう風な作りにしてると思うんですけども、一回扉があって、またここにね扉がある、二重の形になるので、まあ、それがね、あの結構ここまで来るともう部屋がね暖かい感じになるので、その点はね、あのいいと思います。まあ、日本だとね、ちょっとこう直接もうベランダがあるあって、ガラス一枚でも外と中の境目になってるんで、結構ね家の窓際とか寒いですよね。韓国でそういったことはないので、あとオンドルもありますしね。今はもう季節的にはオンドルないんですけども、ここのねリビングにオンドルあるので、冬はねすごい暖かくて、僕はね全然日本の家よりね、この家の作りの方がね好きですね。まあこれ、あの今リビング、あのここパソコンの作業の場として私が使わせてもらってるんですけども、ここにね、まああのでっかいねサムソンの冷蔵庫があります。ちょっとね買って開けてみます。こんな風にね、やっぱりね、あの韓国ということでキムチがね結構あって、普通にね、まあ、キムチ以外にもいろいろ食材とかはあるんですけども、やっぱりねこの匂いがねちょっとツンとするのがやっぱり韓国の特徴と言いますかね、そんな感じになってます。それ以外にも、あのあそこにね、あのキムチの冷蔵庫、多分もしかしたらなんかこうテレビとかで見たことあるかもしれないですけども、ここにもね、キムチのね入ってるのかな、キムチ以外が入ってますけども、なんかこうね、こうキムチ専用の、ま、あの冷蔵庫もありますと。あとはこんな風にね、まあ、あの今ね僕はここで今寝てるんですけども、妻とね、あのこんな風になってる部屋と、あとあの両親、義理の両親が寝てる部屋がここになります。まあそれでね、ごめんなさい、ちょっと勝手に入らせてもらうんですけども、韓国ってマンションなんですけども、トイレとね、あとシャワーがね、トイレしかないのか、そう、トイレが、まあ、あのリビングにあるトイレとシャワーとは別にね、部屋にね1個ついてるような形がね、典型的なあの韓国 の, あの家となるので、まあ、ここにね、あの義理のね両親 の, あの部屋にはね、こんな風にねトイレがあの備え付けられてます。まあね、トイレね、あの今何人だ、今は私入れると4人と1匹の犬でここで生活してるんですけれども、トイレ1つだとね、朝とかね、やっぱり足りない時がありますよね。そういった時にこういってね、トイレもう1つねあればかなりねもう安心なんで、この点はねかなりいいと思います。日本だとね 3LDK だと、まあ、最近はねもしかしたらタワーマンションとかだとねトイレ2つついてるとこあるかもしれないんですけども、韓国はねこれがもう普通ですね。 3LDK でトイレがね2つついてるタイプは普通ですね。これはいいですね。僕はかなり気に入ってます。まあそんな感じで、ね、簡単にね韓国のね、まあ、あの家をね、あの紹介してみました。皆さんどう思いましたか？結構僕もね、ここ何度か来てるんですけども、快適に過ごしてるんで結構ね、好きですね。それでね、韓国はね、高いね、マンション、ここもね、あの25階建てかなの、まあ、上層階になるんですけども、結構ね、その20階以上のね、建物っていうのがね、結構当たり前なので、マンションとかなるとね、あの日本だとね、結構、10階とかね、そういったマンションも多いんですけども、そんなのはほとんど韓国にはなくて、もうね、ほんと超タワーマンションレベルのね、あのマンションがボンボン建ってるので、こんな風なね、中はね、部屋の作りになってます。あの、皆さんどう思いましたでしょうか？今後もね、韓国ネタがね、結構まあ、嫁が韓国人ということもあって、韓国のネタっていうのも紹介できるんで、そういったのがね、もしね、あの、知りたければね、グッドボタンと、あとね、コメント欄にね、コメントいただければ、すごい嬉しいです。あと、チャンネル登録ね、してない人は、ぜひともこれを機会によろしくお願いします。まあ、こんな感じでね、あの、今回ね、あの、韓国の家の部屋のね、紹介をしてみたという動画を終わらせたいと思います。はい。それでは。はい。それでは。はい。失礼しました。はい。あとね、この家にはね、まあ、犬、あのヌロインっていうね、あの犬をね、あの1匹飼ってるんですけども、まあ、韓国のね、まあ、家はね、日本だとね、アパートとかね、マンションになるとね、基本的には動物禁止のところがね、多いとは思うんですけども、まあ、韓国はね、わりかしね、あの自由でして、あんましね、アパートでね、犬を飼ったらダメとかね、そういったのはないみたいです。一応ね、ルール上はダメみたいなところも多いんですけども、暗黙のルールといいますか、そういったので結構まあ静かに、まあ、常識の範囲内であればまあ OK みたいなところが多くてね、犬をねあの飼ってもね、まあ、基本的にはまあ問題ないみたいなところが多いようですね。ね
はい、そんな感じです。はい、一応補足情報でした。